チャンドラー・ジョーンズ・ニューヨーク州ロチェスター・モービル出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のアリゾナ・カージナルスに所属している。ポジションはディフェンシブ・エンド。高校時代はスカウト・ドット・コムからニューヨーク州で8番目に高い評価を受けた選手となった。シラキュース大学に進学2009年には8試合に先発し、フレッシュマンのオールアメリカンセカンドチームに選ばれた。 2010年には全13試合に先発出場した。2011年、怪我のため7試合の出場にとどまったものの39、タックル4.5サックを挙げて、ビッグイーストカンファレンスのオールチームに選ばれた。2012年の NFL ドラフトを前に彼は、その年のアウトサイドラインバッカーのプロスペクト中、最も優れた一人と目された。4月26日のドラフトでは、 シラキュース大学の選手としては2002年にドラフト指名されたドワイト・フリーニー以来の高順位となる一順全体21位でニューイングランドペイトリオッツに指名された。ペイトリオッツは彼を全体21位で指名するために一順27位、三順93位との交換でトレードアップを行った。5月23日にペイトリオッツと4年契約を結んだ。 新人の2012年から右ディフェンシブエンドとして先発出場した。テネシータイタンズとの開幕戦では、ジェイクロッカーをサックし、ファンブルロストさせ、同じ新人のドンテハイタワーがボールをリカバーし、リターン TD を上げた。第2週のアリゾナカージナルス戦でも、ケビン・コルブをサックし、ファンブルロストさせた。9月の4試合で、チームトップの3サック、19タックル、 ニファンブルルフォースを挙げて AFC 月間新人 MVP に選ばれた。第6週のシアトルシーホークス戦ではラッセル・ウィルソンを2度サックしオフェンスラインにも圧力をかけた。ロンドンで行われたセントルイスラムズ戦ではサム・ブラッドフォードからシーズン6サック目を挙げた。2013年11月の3試合で17タックル、4サックを挙げて AFC 結果最優秀守備選手に選ばれた。この年、40タックル、AFC3 位の11.5サックを挙げた。2014年シーズンは10試合に出場し、43タックル、6サックを記録した。チームは、第49回スーパーボールで優勝を果たし、自身初のスーパーボールリングを獲得した。2015年シーズンは、チームトップの12.5サックを挙げた。 2016年3月15日、ジョナサン・クーパー、ドラフト6巡メとトの交換で、アリゾナ・カージナルスにトレードされた。シーズンでは16試合に先発し、49タックル、11サック、4ハンブルホースを記録した。2017年のジョーンズ2017年3月10日に5年8250万ドルで契約延長した。このシーズン2度目のプロボールに選ばれた。 この年、リーグ最多かつフランチャイズレコードとなる17.0、サックを挙げた。2018年シーズンは49タックル、13、サック、3ファンブルフォースを挙げた。2019年シーズンは53タックル、キャリアハイとなる19サックを挙げた。ありがとうございます。